2023年、あなたが買って一番良かったなと思うものは何ですか？はい、こんばんは。小室由里のゆるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。そうなんですよ、今年買って一番高かったものではなくて、買って一番良かったものってなんだろうなって思い返してみると、小室由里の場合は、まあ、買ったんでしょうね。この番組でずっと自分の名前をお伝えするときに、男女コミュニケーション専門家から男女コミュニケーション心理師に変わったことは皆さんお気づきかと思うんですけれども、この商標登録を取ったことが2023年小室由里の一番買ってよかったものですかね。物を買ったわけではなく、自分自身に対する価値をこの商標登録で買ったんだなって私は思ってるんですけどね。皆さんはどうですかね。2023年買って一番良かったもの、ぜひ教えていただけたらなと思います。ちなみにですね、2024年も小室由里商標登録取る予定です。攻めていきますよ。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週はですね、この後のコーナーの若梅さんに続けではないですけれども、この言葉で離婚を決意したというニュースが上がってまいりました。これ男性の決意、そして女性の決意、両方ございます。楽しみにしていてください。ちょっとドキドキするかもね。そして2週目なので、このコーナー探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若海秀隆さんがご担当くださいます。今月は探偵さんに届けられた質問あるある、こちらをねお話しくださっておりますので、楽しく聞けると思います。ワクワクするのは、 MJ リサーチ総合探偵社の YouTube の方をご覧いただいて、今週はワクワク聞きましょう。そしてリアルとオンラインの同時配信の講座が大人気だそうです。占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生の週末の占いサプリ、今週は12月16日が紙の記念日ということで、紙をテーマにお作りいただきました。執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、こっそり送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から、毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします、気になるサプリ。今週はですね、
ハピママさんからこんなニュースが入ってまいりました。夫がついに限界に、引き金になった妻の一言。そしてもう一つ、ありえない、妻がついに決した、引き金になった夫の一言。これどちらもあるあるなんですよね。ということで、まずは夫がついに限界に達した妻の一言、こちらご紹介していきたいと思います。いろいろあると思うんですけれども、代表的なものとしてベッドでの誘い、つまりセックスの誘い、これで男性が限界を感じてしまったというお話です。この方はですね、お子さんができてから2人目どうするのお話になった時に、奥様はそのうちねと取り合ってもらえなくて、誘っても当たり前のように、うん無理と断られるばかりだったと。レスは避けたいけれども、奥様もスキンシップはちょっと嫌がってたようで、でも旦那さんの方としてはやりたがりな男とは見られたくなかった、それで我慢してたと。好意じゃなくて、君との子供が欲しいんだと愛情を込めて伝えてきたのですが、特にタイミングもあったんでしょうね。仕事に復帰したばかりの奥様はそればっかりと冷たい返事で、思い切ってもう一回、もう一人作らないと聞いてみたら、これです。あなたって本当にそれしか頭にないのと呆れたように笑われた。これで離婚を決意したそうなんですね。ここから見えてくるのは、男性にとってプライド、これをないがしろにされたことで離婚を決意したというふうにも考えられるんだと。これは私のお伝えしている男女コミュニケーションでも、男性がとっても大切にしているものの一つが自尊心、プライドですとお伝えをしています。そしてじゃあ奥様が決意した離婚を引き金となった夫の一言、どんなものがあるのかご紹介したいと思います。この方はですね、お仕事正社員でお勤めされていたそうなんですね。ただ正社員でも手取りが旦那さんより少なかった。このことで結婚後に旦那さんに態度の変化が見られたそうなんです。仕事の付き合いだからとキャバクラに通うようになって、そこで知り合った女性とお昼間にこっそり会っていたそうなんです。友人からお寿司屋さんに派手な格好の女性を連れて入る姿を見たと連絡があって、旦那さんに問い詰めたんだそうです。そしたら開き直って、別にいいだろう、謝ることもなく冷戦状態へ入っていったそうなんですね。毎月渡してくれていた生活費も出さなくなって、 LINE でルールは守ってくださいと催促をするとこう返ってきたそうです。金はやるからこれ以上うるさく言うな。ここで奥様は決意をされました。バカにすんじゃないわよ。はい、本当にその通りだと思います。この経済的な格差で男性が気づいていない既得権益なんですよね。生まれ持って男性が持っている権利の一つだと思います。もう生まれた時に持ってるから、それが自分にとって当たり前のもので女性にはないものだというこの認知が男性側にはないんですよね。同じく既得権益として男性が気づかず生きているのが性の優位です。よく言うじゃないですか、男はイニシアチブを握るものだ、男は活かせるものだ。本当にって私は思うんですよね。女が活かせたいと思って何がいけないの。セックスだって女がイニシアチブを握ったっていいじゃないか。ただそれに対して抵抗感を感じる男性っていうのもいて、その背景としては男は強くあらねばならない、男は女を生かせなければならない、男はかっこよくいなければならない、このような
社会的背景とそこからの文化のジェンダーですね。これがこういう一言を引き起こしてしまっていると考えることもできると思うんですね。で、この方、お家を出てご実家に戻られたそうなんです。 LINE の画面を見せたら、ご両親2人とも呆れ返って、あなたも正社員でちゃんとした収入あるんだし、もう離婚したらと言われて離婚を決めて、で離婚届書いたそうなんです。で、ご自身が送ったメッセージを奥様のご両親も見たわよと告げると、この旦那さん大慌てで謝罪をしたそうなんですね。これらからも分かるように、コミュニケーションって本当私たちの空気のような存在、身近にあるような存在だけれども、怠るととんでもないことが起こりますよというのは肝に銘じておきたいと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ。 MJ リサーチ総合探偵社、現役探偵の若梅秀隆さんがご担当くださいます。今週は探偵さんへのご質問あるあるというのを特集してくださるそうです。それでは若梅さん、よろしくお願いします。こんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせてもらってます。今回はですね、一般の視聴者の方から質問がありまして、探偵さんたちのプライベートや恋愛事情を教えてもらいたいとのいくつかの質問がありましたので、そちらにお答えしようかと思います。で、まずですね、質問の一つとして、普通に彼女や奥さんがいる人は多いですか？これは探偵も人間なので、普通にですね、彼女がいたり、結婚したりお子さんがいるっていうのは、普通にいます。探偵だからといって結婚できないっていうことはないので、ここはもう一般の人とほとんど同じです。で、次に、不規則なお仕事ですが、結婚生活が破綻する人は多かったりしますか？これはですね、今までのいろいろ20年以上見てる中で、やはりちょっと調査員っていうのは離婚率が多いように思えます。やはり仕事が中心の生活になっているので、どうしても仕事メインになって、そこでちょっと入れ違いみたいので離婚が多くなっちゃうのかなと思います。で、次の質問ですが、デートの日時を前もって決めるのは結構難しいですかと。
やこれやはり難しいですね。まあ、先ほども言ったようにやはり仕事の方が急遽入ったりとかしてしまうので日程決めとの変更してしまうことが多いんですね。でただ自分たちの方ではですね、調査員たちがそういったデート日っていうか、まあ、いろんな家族の日程とかがあるようであればもう指定で休んでもらうような体制を取っているんですけども、まあ、中にはですね指定でちゃんと休みいいよ取ってって言っても、まあ、自分が担当する現場とかあるといやもうそれ返上して出ますっていうのがやはり多いですね。ですから前もって決めるのは本当結構難しいです。で次にですね、人間の裏の顔をたくさん見ているので自分の恋愛に夢が持てませんかと、まあ、それはないですね。まあ、逆にですね裏事情を見ているので自分のそういった恋愛とか、まあ、そういったものはもう非常に大切にしようと思うので逆に良くしようと思っていると思います。だから夢を持てないということは全くないです。逆に夢を持っている方の方が多いですね。で次にですね、探偵さんも浮気したりしますかと、まあ、意外とこれ聞かれる質問なんですけどやはり今までこうトータルで見てても浮気してる調査員とか探偵とか結構少ないです。やっぱいろんな泥沼とかもう本当困ってる内容を見てるんで、まあ、それを真似しようとするのもいないですし、まあ、逆にそういったことはしないようにしようって思う方が多いですね。で次に、11月12月は1年の中で一番の繁忙期ですかと、まあ、まさに繁忙期です。まあ、クリスマスがありますので異常にそこはもう調査依頼が入ってきます。まあ、ですからこのクリスマス時期にですね休める探偵予定が入れられる探偵っていうのはちょっと腕がない仕事がないようなところになりますから、もう今までもですねもうクリスマスに休みがあるなんてことは想像もしてないですし、自分たちは必ず仕事があるんだと、まあそういったところでまあクリスマス以外の日にですねまあ家族であったりとか彼女さん奥さんとかにサービスしようっていう気持ちのが多いですね。で今回は探偵たちのプライベートや恋愛事情を教えてもらいたいという質問がありましたので、まあ、そちらに答えてさせてもらいました。で、まあ、もっと探偵を身近に感じてもらえたでしょうか。まあそんな探偵の調査依頼のご相談は MJ リサーチで検索、またはMJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。まあ、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。なるほど、そうですよね。探偵さんってスケジュールこの日ってなかなか切れないですよね。旅行とかそれこそデートの約束とかリスケリスケリスケになったら探偵さんの恋愛事情ってどうなっちゃうんでしょうね。いつか聞いてみたいと思いました。若梅さんありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもぜひご覧ください。占い講座のリアルとオンラインの同時中継が大人気です。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占います。男と女の関係に髪は必需品。12月16日は髪の記念日だそうです。それではセクシーに書いちゃうぞ。おひつじ座、あなたの名刺すごく素敵ね。名刺交換から大人の恋愛始めてみない。おうし座、デリケートなお肌にはセレブなティッシュが必需品よ。大事なところにはソフトタッチでお願いね。
双子座。このお洋服紙でできているの。残念でした。そう簡単には破れないんだからね。カニ座。かわいいオリジナル婚姻届見つけちゃった。ねえ、ダウンロードしちゃう？獅子座。ボーナスの支給明細書。やっぱり紙で見た方がテンション上がるわね。乙女座。スマホのカレンダー機能は便利だけれど、デートの予定は紙で書く方がロマンティックよね。天秤座。メモ用紙に書いてあった電話番号、誰の連絡先？元カノの番号だったら許さないんだからね。サソリ座。電子マネーはなんとなく無駄遣いしがち。やっぱり私はお札の方が好きよ。いて座。折り鶴、手裏剣、兜に風船。折り紙ができると海外でも出るから練習したの。ヤギ座。この書類あともう少しで書き終わるから、おとなしくベッドで待っていてくれる？水亀座。電子書籍より紙の本が好きよ。あなたも本を直接触って楽しみたいの。魚座。好きっていうのが恥ずかしいから手すき和紙の便箋に書いてみたの。笑わないでね。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット八雲、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週3週目ですので、このコーナー女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんにお話しいただきます。こちらもね、ここじゃないと聞けないお話なので楽しみにしていてください。そしてですね、来週はゲストさんをお迎えいたします。性教育きっかけ作りマスター岡本良二さん。もしかしたらこのお名前に聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。岡本良二さん、私と2年ほど YouTube チャンネル小室ゆりのネットでウィークエンダー相方さんでございまして、その良二さんがですね、12月中とあるクラウドファンディングにチャレンジされるということで、私もすでに支援をさせていただいております。このクラウドファンディングで目指したいこと、そして性教育のきっかけ作りとは、お伺いしていきたいと思います。楽しみにしていてください。そしてこのチャンネルはもう登録してくれているよね。 YouTube コムユリチャンネル、私コムユリの日常生活やお仕事のことなど、今までお見せしてこなかった私の日常を Vlog 形式でお伝えしております。 YouTube 内コムユリ、ひらがなでコムユリで検索をお願いします。チャンネル登録、いいね評価、そして通知オンでお待ちください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、
あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューン堂、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。男が求愛に成功したいなら、まず言葉より行動だ。アメリカの劇作家ロイヤル・タイラーの名言です。男だけではなく女も、まず言葉より行動を示さないと相手に分かってもらえませんよね。とりあえずアタックしてみるってありだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。涙に流すとしたあの時、私はそっと大人になった。坂道の途中、ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす、見えない未来を掴みたくて、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう。この想い恩返し、引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。